ニーズヘッグってやつとその感じか。はい、マリウです。首の動きに注意というのと、起き上がって口に、はい、あのブレスを溜めるんで、それすごいの打ってくるんで。やったー、あ、これ来ます。あのレーザー来ます。すごいよ。しょ、クリスさん回るのかと思った。3分の1ぐらい回りますね。はい、びっくりしましたよ。あれー、モロコだと思った。一発でやっちゃう。ちょっと大忙しですよ。あー、それはちょっと離れてたと思います。モーションが出てるんですけど、そこの画面に送られていて、壁が、まあ、あの時はまあ吹っ飛ばされますけど、あんまり痛くないです。壁を壊すとね、いいことがあるんですけど、モーターの方ですね。よし、壊すの勝てそう。あ、これで、はい、楽になるんじゃないかと思います。あ、もう味わえてないかもしれない。すごいな。エイルさんが喋らないのに真剣なのかな。あ、倒せました。イエーイ。僕はだいたい1年しかしてないんで、結構手抜いてます。割とガチってました。あ、ガチってた。鼻が淡々と。ありがとうございます。うん、待てね。切っちゃいましたね。僕、負ける想定だったんですけど、ね、うん、おじさんもかなり、コンスタント。うん、入れてもらいました。無言でした。黙々と。すごい集中して今ね、やっぱ距離感をうまくつかめないんで、あの特にアサシンはやっぱり距離短かったりするので、もうぴったり張り付くしかないんですよね。羽がでもめっちゃ動くから、もうあーって思いながらやったら無謀になっちゃう。ソードウォーリアーとかハンマースミスだと振り幅が大きいんで結構当てやすいんですよ。